ナルト、一つ聞いてもいい？いつから暁に狙われてたの？わかんねえ。一度暁の中の二人がナルトに接触しに木の葉まで来たことは、言うはわからないよな。どうして3年も待ったんだろう。手を出さなかったんじゃなくて、出せなかったのかもしれない。いや、わしの得た情報ではもっと別の理由があると聞いた。今の話、美獣ってとも知らんのかい？木の葉にはキュービがおったろうが。キュービのことは木の葉では完全に極秘扱いですので。砂は昔から一尾を持っておる。それがガーラに封じられた主格のこと。美獣には特徴があってな、それぞれ尾の数が違う。美獣は莫大なチャクラの塊で、忍海大戦記には各国隠れ里が軍事利用しようと。暁が何のためにそれを欲しとるのかわからんが、世界各地にちりぢりに存在しておるらしいがな。が近づいているぞ。木の葉の上忍で体術を使う。かなりのやり手だ。甘く見ない方がいい。それなら俺が行く。人中力がなかなか見つからなくてな。あの術は暁の中でもチャクラ量の多いお前向きだからな。やれやれ、やっとあの時の蹴りの借りが返せそうです。また来たぞ。今回はやけに騒がしいな、デイダラ。だから俺が最初に言ったろうが。じゃあ決まりだ。みんな止まれ。いきなりですか。こやつ、あの目、お前は。うちがイタチ。この人が。うちはイタチ。おう、こやつが。この一族皆殺しとか聞かぬ。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。この人がサスケ君とナルトを苦しめてる人。俺だけじゃなく、ガーラまで。俺がお前らぶっ潰す。みんな、あいつの目を直接見るな。危険だ。イタチの現実は同日視覚ではめるタイプ。目さえ合わせなければ OK だ。どうやって戦えば。それはな。ガイ、お前イタチとどうやりやる。体や足の動きだけで奴の行動を判断するんだ。それってかなり難しいような。久しぶりじゃがの。この道術とやり合うにはいくつかの戦術がある。2対1なら後ろを取れちゃ。だから必ず逃げろはわかるな。じゃが2対1なら仲間をどつけば現実を解いてやることもで。なるほど。さすが年食ってるだけあるってばよ。じゃあ俺が後ろ。待った。明石先生、待てってどういうことだってばよ。ただの現実レベルならそうなんですが、万華鏡シャリンガンという本来のシャリンガンよりも強力な道術を使います。周りから見れば一瞬の間でも数日にも感じられるんです。1週間以上も意識を失ってしまいました。やつ一体何者じゃ。さすがカカシさんだ。分かってるのはそれだけじゃないよ。お前はあの道術を使用した後。しかしイタチさん、その目を使いすぎるのはあなたにとっても危険。あれはかなりのチャクラを必要とする上に、お前の目にとっても何らかの重いリスクを伴うようだな。お前の視力どこまで落ちている。カカシさん、あなたまさか。まあ、この前は油断しちゃったけどね。
俺もそうダサくはないよ。この俺も前回と同じだと思ったら大間違いだってばよ。また戦わないチームワークってやつかよ。今回は援護を頼む。でもこいつ相手じゃ一人で抑えきれない。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。まずは俺だ。影分身ラセンガン。こいつも影分身。さくらちゃん、ばあちゃん。かかし先生、どうなってるんだってばよ。影分身なのか。この目だけが現実を発動する手段では。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ。あの時か。安心しろ、今は使えないと言った方が正しいか。君が知る必要はない。あんだけ気をつけていたのに現実を食らうなんて。正しくは現実を解く方法。現実を食らった時は解くのにコツがある。エロセン、現実食らった時のことより、なんだよそのリアクションは。現実というのは相手の五感に働きかけ。よくわかんねえだろうな。そもそもお前はまるっきり現実タイプの忍びではない。次の修行をしよう。次の修行。敵には現実使いがいるんだからの。チハイタチ、奴の術でかかし先生も倒されてたって。杖の対処法はちゃんとやっておく。わかったってばよ。だからもし現実を食らったチャクラの流れを可能な限り止めるよう。お前もこれまでの修行のおかげで。そういえばこれらも全て。まずはチャクラの流れを止めりゃいいんだな。そうすれば現実は解け。成長している。いって、打ち勝つんだってばよ。ナルト、久しぶりだな、ナルト。あの時は殺し損ねたからな。どうしてサスケ君を止めてくれなかったの。お前は仲間を守れなかったじゃない。期待していたのに。お前ばかりが得をする。前ばかりが幸せを勝ち取る。剣術だ、剣術だって分かってるのに。信じてたのに。失望したよ。とどめだ。剣術だって分かってるのに。あのさ信じてたのに。失望したい、ナルト。かかし先生、ナルト、サスケ。誰が俺にチャクラを。サクラちゃん、俺に。現実よ、チャクラを流し込んで現実を解いたから。あいつの影分身は。奴は影分身など使うとおらんぞ。あの時にはもう道術だけではないんだ。さて、いよいよ本丸だ。ほら、しっかりしろ。俺が手本を見せてやる。加藤、宝戦火の術。雷撃螺旋眼。やったか。
ナルト！面白い術を身につけてきたものだ。クソ、やっぱ簡単にはいかねってばよ。シャリンガンは厄介だ。またかよ。カカシ先生との連携は外せねえ。あれを試すしかねえってばよ。ナルトはどこ？あいつの現実、霧隠れの術。案ずるでない。カカシの術じゃ目を離すでないぞよ。はい。霧隠れの術、術にかかりづらくするためには確かに効果的だが、かくれんぼなんて子供じみた遊びはやめにしませんか、カカシさん。それもそうだな。カトン、豪華級の術。さすがカカシ先生だってばよ。何か。まさかカカシ先生、現実に。さすが、術の使いどころがうまい。気づくのが遅れてしまった。これは影分身。俺の影分身ごとやれ、ナルト。わかってるってばよ。螺旋丸の改良。うん、そうじゃ。それよりさ、新しい術を教えてくれよ。オロチマルの連れのメガネとやり合った時のことを思い出してみろ。大玉螺旋丸。すごい。なんだ今の笑いは。こいつはどういうことだってばよ。こやつどういうことなんでしょうか。だが一つ言えるのは。知ってらっしゃるんですか。うちの里の上人だ。